コースという並びになります。依然として追い風が続きます。1番竹本現在 100m 付近というところ、進入隊形はインコースから1番6番2番5番3番4番です。スタートしました。3コースがだいぶ遅れた隊形、1コース1番竹本も少し遅れました。さあ6番の城滝が2コースまくりの展開、2段まくりで行くのが5番の馬場、内から立て直して2番の坂本が指していく展開。さあ先頭ここで6番の城滝は抜け出してリードは2手進。スタートは前提正常でした。並んだ2番手はインコース2番坂本、アウトコースに5番の馬場、内からは3番鹿島やってきた。さあ2幕の旋回ちょっと行き場なくした5番の馬場、差し返す形になりますが、さあ2番手以下横に広がる攻防、内から1番の竹本追い上げてきました。アウトコースには2番の坂本、インコース1番竹本並んでいます。そして内をついてという形で5番の馬場、横に広がっての1幕5番の馬場、外を回る1番の竹本、竹本は少々ターン流れ気味、ここで一気に2番手浮上は5番の馬場、その後ろの争いは内枠3艇の3番手争いと変わります。2人がインコース並んできました。1番内2番の坂本、真ん中3番鹿島、外は1番の竹本、2周に幕の旋回、2番坂本の外から1番の竹本は流れ気味届いていません。ここで3番手2番の坂本に一手進反応され、内から3番鹿島が続く展開。これから最終周回です。焦点は3着争いの展開。さあ最終の1幕、内からやってきた3番鹿島が先に丸、2番の坂本が差し返す展開。さあ両者ともにやや波に飲まれた展開も、3番の鹿島は交代し、ここで2番の坂本が2手進リードを取ります。上位2人は抜け出していますが、先頭2番手差が詰まって最終ターンマーク、6番の城滝丸スピードをつけて内から5番の馬場、最後届くか、先頭争いもつれてきた、先頭争い最後内からかわしたか、まもなくゴール、5番6番の順で降臨、2番坂本降臨、3番1番4番の順で降臨。上東新地1回戦は4着でした。大外6コース6号艇の石野貴之です。石野はファーストステージ逃げ切りました。3対3は感通り、進入インコースから1番と3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。先行艇の田中、そして横行艇の馬場がいいスタートを切りました。しかし内から伸ばしていきます。1号艇の太田が逃げ体勢、1号艇の太田、2号艇磯辺の座、さらには4号艇の馬場吉也バックスリッチ、1号艇太田が粘る、2号艇磯辺の座し入ってます。2号艇磯辺と1号艇の太田は主導権争い、4号艇の馬場、3号艇の片岡外から2点審査、5号艇の上平、6号艇の磯辺が続いてスタート正常、一緒にマーク、4号艇の馬場吉也小さく回ってくる、相当2号艇の磯辺、1号艇の太田が空いたところに入って、スタートは1号艇の太田が先頭です。4号艇の馬場が2番手、3番手2号艇の磯辺、2番手3番手の手間1点審査、2点審査、21番手の旋回です。1号艇太田がトップ、4号艇の馬場が2番手、内から差を詰める、1号艇の太田、そして4号艇の馬場吉也バックストレッチ、セット争い持ち込んでいます。4号艇の馬場吉也、1号艇の太田と主導権争い、監督の3番手は2号艇の磯辺、22マーク、4号艇の馬場吉也が先手を打ちます。1号艇の太田が打ち入ってきますが、直線コース逆転成功で4号艇の馬場吉也が先頭に出ます。4番室田、5番柳葉、四季前半ともに逃げて1着、6番柘植もここまで2着2本と好調です。3対3、外3手から進入開始、進入コース、インコースから1番、2番、3番ダッシュ、4番、5番、6番ジュニエス、予選特選スタートしました。4コースあたりまでまずまずいいスタートか、一瞬の1枠へインから1番の馬場先手を取れるか、逃げる1番馬場まくり出してきたのが3番森田俊介、さあ注目の2人がここで先頭と2番手です。先頭だったのは3番の森田俊介、2番手に1番の馬場吉也です。後ろ水が来まして、3番手争いは内から6番4番2番偶数枠3点ほぼ並んでいます。しんがり5番の柳橋です。スタートは正常でした。第2ターンは繰り返し、3番の森田が先頭、じわじわっと迫ってきました。1番の馬場、馬場が内からここで伸びて一定審査、いやもう判定審査となるか、3番1番トップ争い、先陣争いへ、後ろ6番の柘植が現在3番手です。あ、3番1番が
この注目の両者、先頭と2番手を形成しております。2周1マークでやや膨らんだ3番森田ですが、なんとか先頭をキープ。しかしまた内から伸びてきた1番の馬場、馬場が今度は内から並んで抜き去ったか。1番の馬場が先頭立って、3番森田が今2番手に交代。3番手は6番の柘植、変わりませんが柘植の後ろも迫っています。2番4番両者です。2周2枠折り返し、ここで1番の馬場が完全に先頭立ちました。単独先頭に3番の森田が現在は2番手、3番手は6番の柘植、柘植の後ろはようやく水が来ました。これで上位算定は1番3番6番で最終第13枠です。1番の馬場、3番の森田、両エースの対決。一旦先頭立ったのは3番森田、しかし道中逆転、1番の馬場、馬場が先頭で2番手、3番森田、3番手は6番の柘植、柘植も追撃をなんとか振り切りました。インからトップスタート1番の馬場でした。そこをまず攻めたのが3番の森田でしたが、道中逆転、1番3番6番で間もなくゴールです。まず先頭1番の馬場よしやが5人、2番手は3番の森田俊介、3番手6番の柘植、その後は4番2番、最後5番の柳